野崎チャンネル。じゃ、さあ、2021年プロ野球ドラフト運命の日。さあ、ということで、今日、今の時間はですね、全球団のドラフト1位総チェック。ということで、佐藤 T シャツ着てます。佐藤 T シャツ着てます。はい。というところでね、まあ、どうでもいい情報ですけども、こちらですね、今日はですね、で、明日ですね、袴田さんと収録しましてですね、全12球団の、ドラフト指名全選手をですね、くまなくチェックして、どの球団がどういう対策で、どういう傾向で取ってきたのか、その奥にはどういう思惑のがあるのか、思い通りになったところ、思い通りにいかなかったところ、おっというびっくりしたところ、お順調だねっていうところ、あれ評判より俺上下っていうね、いろんな情報を踏まえてですね、12球団すべてをチェックします。こちらはですね、里崎チャンネル単独で独自のチェックでございます。皆さんね、ぜひ、乞うご期待してください。あとですね、ドラフト始まる前に12球団のドラフト指名、こういう選手取った方がいいんじゃないのかっていうところはね、こちら全12球団、概要欄にね、貼ってますんで、皆さんのね、ごひいきのチーム、あれ、佐々木ドラフト前何言ってったなんだろうとかね、あれ、言った通りになってるとかね、あ、言った通りになってないとかね、予想と違う、予想と合ってるみたいなのをね、ぜひ皆さんね、終わった後、もう一回検証するっていうのも楽しんで、まだ見てない方、そして見たけど忘れた方、ぜひね、12球団分あるんでね、概要欄からぜひ見てください。はい、ということでね、行きましょう。今年のドラフトね、まあ、事前の、感覚で言うとね、昨年のね、佐藤、照明選手ね、あと早川選手みたいにこうビッグスターがねいないっていうところで、結構重複はまあ3-4ぐらい、もう5-6とかもね、もう3ぐらいなのかなっていうところでね、結構ばらけてこの1巡目のね指名をどうするのかっていうね、この重複して外した時にもう選手がいなくなるっていうね、危険性もあるんで、この1巡目の駆け引きがねかなり必要になるっていうところでね、多くの球団が公表をね控えたんじゃないのかね。公表したのは西武のね隅田くんと、あとソフトバンクの風間くんっていうところでしたけど、あとはね公表しないでどうなるのかっていうね、ドラフトでまず1巡目重複が起きたのは DeNA 小園、そして、阪神小園、このね2つが、重複になりましたね。事前のね、方で言うと、まあ佐々木チャンネルでも言いましたけどね、阪神はねやっぱ高校生でいいんじゃないのかとか、子供ね、とか、森木達、風間っていう高校生をね、1指名した方がいいんじゃないのかっていうところでね、子供指名。でね、DeNA、なんかまあ、事前の感じではね、隅田くん行くんじゃないのかなっていうね、いうところありましたけども、ここはね、思い切って高校生の子供くんっていうところでね、行って、こう、抽選なりましたけども、三浦大輔監督が先引いてね、矢野監督が後で引いて、なんと、三浦大輔監督が引き当ててね、子供くんを、ゲットというところで、まあ非常にね、まあ DeNA がやっぱり投手がいるっていうところでね、まあこの小園投手、非常に、いい形の、形になったんじゃないのかね。で、まああのね、今永が、まあ怪我から復帰して素晴らしい、今いい形だし、で、アズワンもね、トミー・ジョンから復活して、復帰登板、非常にね、勝ちはつかなかったけども、非常にいい形の登板。で、上茶谷がね、久しぶりの登板で、ナイスピッチングというところでね、いやまあ数はいるんだよね。それが、でも怪我なく1年間回れるかっていうところで、やっぱベイスターズとしては、そこは回れるというね、判断をもとに、このね、高校生1指名でね、抽選にも引いて、小園投手ね、ゲットというところで、非常にね、良かったんじゃないでしょうかね。で、続いてね、重複になったのが、西武、公言した通りね、隅田。で、広島、隅田。広島の隅田は、ちょっとびっくりしましたね。まあ、左がね、少ないっていうところで、まあ、これもね、おかしくない指名だけども、正直高校生ね、行くんじゃないのかって思ったところで、このね、やっぱ隅田君を行ったっていうところは、やっぱりね、まあ、打線はいい。今も活発。ね。若い林、坂倉、小園っていうところが出てね。また、うぐさ。で、から野間、鈴木誠也、菊池。ね。で、キャッチャーもいいってね。で、打線、多分来年外国人取ってくんで、もう打線はいいと。もうとにかく佐々岡監督も、もうなんとかすぐ順位が欲しい。いや、もう、投手っていうね、ところで、このね、隅田君を1位指名になったんじゃないのかなと、推測します。そして、巨人がね、隅田君。巨人はね、隅田、広畑、どっちかなっていう形だったんですけど、まあね、即戦力左腕っていうところで、隅田君のね、1位指名。そして、ヤクルト。ね、ヤクルトやっぱりね、ピッチャーが欲しいっていうところで、まあ、ここ、隅田君っていうところはね、まあ、予想通りだったかなと。で、ここでね、1、2、3、4球団が競合して、抽選。ね。その中で、なんと、引いたのが、こちらも、一番最初に引いた、
西武というところでね、西武、スバル、まあ、もう本当にね、あ、隅田くんも、いい球団入ったと思う。俺はね、西武っていう球団で、多分ね、間違いなく、来年、怪我さえなければ、開幕からローテーション入ります。そこで、結果が出るかどうかは、別として、やっぱり頭数いないっていうところとね、左の先発がね、少ないっていうところで、やっぱりね、かなり、西武としては、かなりもう喉から出るぐらい欲しかった選手でもあると思いますし、まあ、昨年はね、渡辺くん、野手行ってるんでね、やっぱり今年見ても、まあ、若手のね、野手はね、この山田、愛と、ウーネンティ、で、岸、で、まあ、若林ね、怪我しましたけども、いるっていうね。んで、まあ、おかわり君の代わりにね、渡辺がね、タイトルを、2軍のタイトルを持ってきたりね。で、まだ栗山とかはね、DH も行けるし、まあ、外国人も来るだろうしね。で、山川が復活してくればね、打線はなんとかなると行こうっていうね、この隅田君を引けたっていうのは、西武としては、かなり大きかったんじゃないのかなと思います。そしてね、続いて、重複。ね、外れ1位で重複したのが、広島、ね、法政の山下投手、そしてヤクルト、ね、山下投手っていうところでね、まあ左腕、まあね、法政大で手術乗り越えてね、3年春に復帰し、自己最速の151キロ、ね、右打者にクロスして入る、左のスライダーが精度が高いっていうところで、まあ、やっぱりね、このなんていうのかな、隅田君行ってるっていうところで、ヤクルトもね、広島も左投手が、やっぱり欲しいんだなっていうね、ところで、まあ、昨年のね、早く外して鈴木とかね、行ったね、ロッテみたいなね、この、同じ、こう、意向で、沿って、その選手をね、取りに行けるっていうところでは、やっぱ左のピッチャーが欲しいんだなと。で、こう、ヤクルトとね、広島で、くじ引きを引いて、佐々岡監督がね、先引いたんですけども、残ってたね、ヤクルトの高津監督が引いて、山下投手はヤクルトと。まあ、ヤクルトもね、まあ、リリーフもね、左投手少ないんで、ひょっとしたら山下ね、リリーフに入っていくかもわかんないですけども、まあ、打線はね、ヤクルトもいいんで、非常にね、まあ、この先発っていうところは、左はね、まあ、想定通りね。まあ、ここで取れたのは大きかったね。広島はね、そこを外して、まあ、ここからはね、全球団単独、指名になっていくんだけども、黒原投手ね、関西学院大学のね、黒原投手。まあ、ここはもうね、この、隅田、山下、黒原っていうね、もう左が欲しいっていうね、ところで、まあね、この黒原投手もね、一巡目、単独指名あってもおかしくないような逸材だったんで、そういったところではね、まあ、カープ、この隅田、山下、黒原っていうところでね、まあ、黒原は取れたっていうのは、まあ、このチームの戦略上非常に分かりやすいところだったかなと。だからこういったところでね、この隅田、山下、黒原、この3人が今後どう活躍しているのか楽しみだね。だから近年で言うと外野ね、藤原ね、外して、辰巳外して、近本っていうね、その近本が今一番活躍してるからね。そういったところで、ここね、隅田、山下、黒原っていうこの左の3枚ね、ドラフト1位で被ったこの3人が今後ね、来年の今頃ね、どうなってんのか非常に楽しみに、これも佐々木チャンネルで追っかけるんでね、ぜひ皆さん見てください。さあね、全部のチームのね、ドラフト1位が達成されたというところでね、見てみましょう。日本ハムはね、立つ天理高校。いやー、ね、去年もね、伊藤、その前も河野とね、で、まあ、そのね、3位か、縦野とかね、即戦力ピッチャー行ってて、やっぱピッチャーね、すぐ手こ入れしたいっていうところでね、まあ、即戦力来んのかなと思ったら、立つ天理高校。でも、投げてるところ見たけど、日本ハム、つきそう、立つ。だってダルビッシュとか、大谷みたいに、長身で投げ下ろしていくタイプ、よく似てるね。で、千の細さもね、大谷みたいな、もう大谷も最初千細かったからね、こっからでかくなってね、160キロ投手にね、仕上げようっていうところで、まあ見た感じ、ね、指名されて、あ、立つか、もう高校生なんや、と思ったけども、映像とかいろいろね、見た瞬間、納得。立つ、あるね。好きそう、日本ハム。ね。で、中日はね、もう外野、ね、行くっていうところでね、このブライト、ケンタ選手、ね、上部大学。まあ、ここをね、しっかり一本取りで、まあ、中日はもうね、この佐々木チャンネルで言いましたけど、やっぱ外野ね、右っていうところが欲しいところでのね、非常にいい形のね、ドラフト戦力ね。まあ、ピッチャーはね、いるんでね。で、西武はね、隅田、ね。で、広島はね、その、隅田、山下外して、黒原投手、ね。で、ソフトバンクはね、風間投手。まあ、公言した通りね。まあ、公言した時もね、非常にちょっとびっくりしたけどね。まあ、ソフトバンクはね、まあ、今年、ひょっとしたら B クラスになって、来年ね、巻き返しでね、まあ、監督も変わって、すぐ行きたいっていうところでね、まあ、即戦力、同じ九州のね、隅田君行くんじゃないのかなと思ったけどもね、まあ、ピッチャーだったけども、高卒っていうところをね、まあ、取っていって、もう育成していくぞっていうね、ところの地道な、活動、まあ、あとはね、ここから育ってきてる選手をね、来年は何とかする、怪我人も含めて何とかするっていうね、まあ、チーム状況が、まあ、伺えるのかなっていうところでね、風間投手。まあね、パワーピッチャーなんでね、ソフトバンクはね、好きそうっていうね、ところもあります。で巨人はね、隅田君を外して、太田選手。
関西国際大学松田の後輩でね、もうこれもね非常にびっくりしたですね。まあもちろん太田投手ね、あのいい形のねピッチャーで能力はありますけれども、ちょっと怪我がちっていうね情報も、入ってきたりしながらね、でもまあストレートね、フォークスライダーシンカーとね、まあ本当に松田のようなピッチングでね、まあ正直もうちょっとね下位の方の指名になるのかなと思いましたけどね、ここでねジャイアンツが1位指名してくるっていうね、まあ先発でもリリーフでもどっちでも使えるタイプかなっていうところはあると思いますけどね。まあでもここはねちょっと非常にあのびっくりした指名でしたね。まあ本人にはね失礼ですけど、もうちょっとね下の方でもいけるんじゃないのかなっていうところもあったし、まあでもねあのそれを見逃して他に取られたらね取れなくなっちゃうんで、そういった面でもねもう早く取っとこうっていうね、ところで巨人のねこの太田選手、まあ先発でもリリーフでもね使いやすいんじゃないのかなっていうね投手の感じがしますね。で楽天、翔平高校の吉野選手ね、これもちょっとねびっくりしましたね。佐藤はね、仙台地元だからね、佐藤くん行くんじゃないのかと思いましたけど、佐藤くんがね、ちょっとな、怪我してるみたいで、そこら辺でね、このドラフト前、ちょっとね、評価をね、落としちゃったっていう情報もあるんで、まあそういったところがね、ちょっと影響したかなっていうところはありますけども、まあ楽天のね、ドラフトのチェックのところで言いましたけども、やっぱりね、右の、長距離打者がね、やっぱこの自前で育ててないっていうところで、まあ欲しいってね、いうところで、まあ右のね、選手は欲しい。まあその中でね、まあ吉野選手も入ってたと思いますけど、まあ線は細いんですけどね、パンチ力はあるんで、こっからね体力トレーニングで力つけていけば本当にねホームランバッターにねなっていく可能性はね十分ある選手なんで、そういったところで、ね、非常にこの楽天も、まあ、ウィークポイントをついたねところになりましたけど、でもちょっとピッチャー陣がね高年化してるんで、まあそこはどうなのかなっていうね、思いはありますけども、まあこちらもね、まあチームのねマイナス面を補うという意味では右のね、長距離砲で外野手っていうところは非常にねチームのマイナス面を埋めるにはね非常に良かったんじゃないのかなと。で阪神はね小園選手を外して次ね森木選手、さっきね森木1位行くって言ったから結局1位になったから当たりだね。まあこれはね非常にまあ阪神もね今正直まあ今年ね優勝争いで今頑張ってますけども、昨年ね佐藤中野、そして伊藤とね、新人がうまくはまって、ピッチャーもね、野手もいい形でね戦力の統一っていうのができてるんで、今すぐに何かをね変えなきゃいけないっていうところはない中でね、やっぱ高卒行った方がいいんじゃないのかなっていうところでね、まあ小園選手森木選手とねこの高卒ビッグ4っていう中をね、まあ一人行って外したけども、森木選手をね、取れたっていうのは非常に大きいと思う。で、コーチだからね、まあ休日つながりもあるしね、そういった意味では、ここからね、もっと大きくね、育っていってもらいたいなと。まあ、球児もね、最初なかなか出てこなくてね、途中からグッてきたんでね、森木選手もそういったね、こう、成長曲線をね、描くように、まあ頑張ってもらいたいなと。で、ロッテです。こうね、松川、ね、こう、ね。市立和歌山高校ね、キャッチャー指名っていうね、まあ、これもね、うん、まあどこまで信じるかっていうことになるんだけども、井口監督がねドラフト前に、まあどの選手に行っても、重複することになってくじ引きになるっていうね、だからまあ公表はしませんっていうね形のインタビュー、これを素直にね受け止めるんであれば、小園をね途中まで行こうと思ってたんじゃないのかなと。でも重複になると、そうなってまたね松川も重複になって取れなかったら困るから、一番目に松川行ったら取れるから、ギリギリで迷っても松川行こうってね、キャッチャーやっぱりね何回も言ってますけどもね、江村吉田はねもうこれ以上多分成長しないと思いますし、田村っていうところもね正直ね今のままだともうあれ以上に成長することはね客観的に見てないんじゃないのかなと。で加藤はね、まあ今はね勝ってるから評価されますけど、全く打たないんでね、これがね勝てなくなったら評価されなくなっちゃうんで、そういった意味では今ね必死でバッティングを頑張るか、ちょっとこのバッティングをなんとかしないとちょっとこの先はね厳しいでね、まあ鍵沼はね今怪我してて復帰しますけど、この間にねしっかりバッティングっていうのを磨かないと、あいたねっていうね2番手補修になってしまう。で佐藤はねちょっと今ね守備必死で教えて向上させないと、そのうちね、コンバートさせるんちゃうかなっていうね、ところもあるんでね、今早くね、ディフェンス面をしっかりね、基礎の基礎から叩き上げて練習していかないと、まあ、今後は心配っていう中でね、この高校生の松川選手を取ったのはね、非常に、いい判断だと思いますね。で、もう一つのね、違った見方をすれば、そうやってどの選手に行っても、まあ、重複するんで、っていう風に言って、これブラフ鎌かけといて、で、松川選手行って一本釣りっていうね、このまあ 2個の見る目があるんですけど、まあどっちかわかんないですけども、これまあやっぱキャッチャーはね、取らなきゃいけないっていうところで、でまあ昨年ね、鈴木左、で、その前はね、佐々木っていうね、まあ左右のピッチャーもね、この近年で取れてるっていうところでね、まあ来年以降もピッチャーもいるんでね、キャッチャーをね、いいところを早く取っとこうっていう中でね、この松川選手っていうのはね、非常にいい選択だったんじゃないのかなと。まあ、おじいさんはね、阪神ファンらしいですけど、本人はね、なんかマリーンズファンっていう聞くんでね、頑張ってね、非常に期待しますってね、いうところで、まあ、そういった駆け引きの中でね、もう一本釣り行ったんじゃないのかなと。
思います。続いてね、ヤクルトが隅田君外して山下選手っていうね、まあ、この左投手が欲しい。今ね、先発で左石川、で、高橋。っていうところがね、いますけども、まあ、もっと層を集めてしていきたいっていうところと、まあ、リリーフも左がいないんで、ね、ひょっとしたらリリーフに入ってくる可能性もありますけども、まあ、ここらはね、今のチームのマイナス面をね、非常に補ういいドラフトだったんじゃないのかなと。で、オリックスね、ムクノキ・レン、東北福祉大学。ね、ほら、オリックス、わかりましたよ。まあ、ここはね、やっぱもうこれ何回も言ってますけど、オリックスのやっぱりウィークポイントっていうのは、やっぱりリリーフから後ろ。まあ、ここ最近ね、そのまあ、ケース好きとか、まあ、吉田とかね、山田とかね、非常に、ヒゲンス、後ろ平野、頑張ってますけど、ヒガとかね、やっぱりちょっと薄い。で、平野もね、ちょっとなかなか、1年間っていうところで厳しいと思うんで、まあ、その、抑え候補。だから、今年ね、広島で今新人王候補のね、栗林のような、存在にね、このムクノキはなれる可能性あるんで、まあ、本人はね、先発もやりたいっていうね、ところもありますけども、まあ、ここはね、リリーフ起用になるんじゃないのかなっていうところとね、まあ、オリックスも、ね、一本釣り、まあ、オリックスもね、今チームにね、こう足りないところっていうところを、まあ、取れたのはね、非常に大きなドラフトにね、なったんじゃないのかなという形ですね。だからまあ、ドラフト1位はね、非常にまあ、2人のね、富士。で、まあ、外れ1位でね、山下投手のくじ引きありましたけど、やっぱり当初のね、想像通り、単独指名っていうところがね、なる、まあ、この、飛び抜けた選手がね、平均的に、こうね、っていう選手が多かっただけにね、で、まあ、各ね、チームの個性も出ましたし、非常にね、いいドラフトだったんじゃないのかなっていうね。でね、ここで面白いのがね、パリーグはね、全部欲しい選手をね、一巡目に取れてるんですよ。また。もう、毎年。パリーグは、抽選にも勝つし、欲しい選手取る。だからね、西武はね、パリーグの中だったら、日本ハム立つ。で、ソフトバンク風間、楽天吉野、で、ロッテ松川、で、オリックスかね、ムクノキ。これね、全員単独指名で取れて、で、重複した隅田、ね、を西武が引いたんで、もう、パリーグは、全員1位を、一巡目の欲しい選手全員取れてるんですね。セリーグが取れてない。セリーグ取れたのが DNA で中日だけだね。DNA と中日だけ。セリーグはね、一巡目の欲しい選手。ブライトとね、コトノ。まあ、コトノは強いですね。あとは全部1位外して、あとはまた抽選になっていってっていうところで、またね、パリーグにいい選手がね、いっぱい来ることになった。でもドラフトはね、わかんないんでね、どうなるか。でも各チームね、非常にいい形のね、戦略を持った、ドラフトがね、できたんじゃないのかなと。まあ、一番びっくりしたのはね、楽天の吉野と、まあ、ロッテの松川、そして広島の隅田、ちょっとびっくりしましたね。あと、日本ハムの立つか、は、まあ、びっくりしましたけど、まあ、でもよくよく考えたらね、非常にわかりやすいね、1位指名、いいドラフトだったんじゃないのかなと。で、明日ね、総力で編集して、まあ、編集しきれたら火曜日出しますけども、出せなかったら水曜日からね、12球団、くまなくチェックして、皆さんの期待に応えるように、素晴らしい動画を作っていくんで、ぜひ見てください。ということでね、2021年ドラフト総チェック、佐々木チャンネルでした。皆さんね、しっかり見て、またね、シーズン、続いていきますから、プロ野球も見逃さないようにね、新戦力もチェックしていきましょう。